そういえば、ロッカーの中身変えました。そういえば、ロッカーの中身変えました。これで、ヒデオさんのロッカーにちょっと似てるっていう。けなされないだろ、もう。ちょっと似てるから、あれだよ。もうバカにされないぞ。だって俺のことバカにした時点で自分のロッカーをバカにしてるのと一緒だから。これで対策が取れたんじゃないかなって思います。 そうだ、せっかくなんでね、みんなのロッカー見ていこうかなと思ってて。で、そうですね。隣にあるのは、俺のフレンドのロッカーなんですけど、隣にずっと多分連なってるんですけど、それを、まあ、みんなで見ていきましょう。みんな頑張ってロッカー作ってますからね。なんだこれ？左のニョロニョロ何これ？これ欲しい。 何これ、このニョロニョロ。初めて見たニョロニョロ。次見ますか。はい。結構揃ってる。てか、みんな普通にね、センスがあるのよ。俺だけだよ。あんな、なんか、虫みたいなヒレオさんみたいな作るやつ。ちっちゃい、このロッカー。ちょっとちっちゃい。かわいい、ちっちゃい方が。あ、でも、大きい方がいっぱい入るか。ニョロニョロ！ニョロニョロ！みんななんで持ってんの？ニョロニョロ。どうして？なんでニョロニョロ持ってんの？これは？これは、スッキリしてますね。普通にマジで、スッキリしすぎでしょ。これはスッキリしすぎでしょ。もうダメだ。ここまで来るとダメだ。もう、メガネっ子。メガネっ子だ、これはもう。ねえ、トイレ。トイレ。しかも開けたら広がっていくスタイル。これすごい。トイレあったけどすごい。あ、ニョロニョロ！ニョロニョロ上に上がってる。なんかこうやって積み上げていくの流行ってんのかな。スッキリしすぎ。もうなんかやる気ない。ガチャホコがゴールされてます。すごい、ゴールされてる。しかもゴールした後に出てくるさ、キープアウトみたいな、なんかあんじゃん。キープアウトは違えよ、注意だ。このさ、黄色い線のやつ、工事のマーク、これさ、ゴールしたら出てくるじゃん、ゴールって。それも再現されてる。これ普通にすごいぞ。僕のロッカーは、多分、評価はそんな良くないと思うので、またちょっと改良していこうかなって思います。はい。よろしくお願いします。